皆さんこんにちは。タレントの神田うのさんと中国人実業家の半沢龍之介氏がホテルで密会していたと報じました。神田うのさんはご結婚されていますが、夫婦関係はどのようになっているのでしょうか。また神田うのさんは整形により顔が不自然になっているとも話題になっています。今回は密会、夫婦関係、整形疑惑について調査してきましたので、まとめてお話しいたします。実は去年2022年にもタレントの神田うのが離婚危機にあるのではないかという記事を出していました。神田うのさんの旦那は会社経営者で、以前脳梗塞で倒れたものの、神田うのさんが献身的に看病してきたものと思われていました。それとは裏腹に長期にわたる別居という情報が報じられたのです。2人は仲睦まじいのではなかったのでしょうか。一体その真相はどうなのでしょうか。タレントの神田うのさんは2022年3月17日、東京都内で行われたビオセルうのの事業発表イベントに登場しました。同社はオンライントレーニングなどを展開し、神田さんは新たにフィットネス事業に参入する形になりました。ブランドアンバサダーを務める神田さんは、以前の運動を全くしない女性から一転、筋肉バキバキ、腹筋の割れた筋肉美魔女に変身していました。神田さんは4年前から美人トレーナーのあやさんに師事しており、昔は携帯1個しか持てなかったのに筋肉がついて、スーパーに行っても今は買いたいものが全部持てるようになりましたと肉体改造エピソードを明かしました。イベントの前日夜に福島県を震源として起きた大地震について聞かれると、娘と一緒に2人で怯えてました。実家にいたので、お家がしっかりしてるから大丈夫だよってとコメント。図らずもこの時に夫とは別だったことが明らかになったのです。2020年11月に脳梗塞で倒れた会社社長の夫についてはイベント内で、今ではゴルフに行くぐらい元気になりました、ご本人もすごい頑張ってと回復をアピールしました。夫が脳梗塞を発症し緊急搬送されていたことについては、2021年6月に出演したトーク番組「徹子の部屋」で明かしていました。同番組の放送後に更新されたブログでは、皆様へインスタ投稿をさせていただくことで気持ちが紛れたり不安な中でも心の糸がプチッと切れずに前向きに主人の脳梗塞と向き合うことができましたと SNS を通してファンとつながることが闘病期間中の支えになっていたと伝えていました。その後、神田さんは2022年3月5日には約1年3ヶ月ぶりに YouTube への投稿を再開。動画冒頭では、おととし2020年の11月頭の撮影日に、うちの夫が脳梗塞で倒れましてと切り出すと、そこからちょっとスタッフの方にはドタキャンして大変申し訳なかったんですが、その日の撮影をする予定の時からずっと今日までやってこれませんでしたと語り、闘病を支える中で YouTube が更新できなかったことを明かしました。そのように海外しく看病をしてきた旦那がやっと回復し、これからも仲睦まじく過ごしていくのだろうと思われていたところだったのですが、近年は別居が長期化し、このままでは離婚もあり得るのではという声もささやかれている事態です。これは一体どういうことなのでしょうか。週刊誌は次のように報じています。家族問題評論家の池内博美氏がこう言う。一般論ですが、女性が新しい仕事、新たな人間関係を築き始めることは離婚の前兆と言われています。夫の人間関係がなくても生きていけるように地盤固めをし、子供に自分の輝いている姿を見せて、シングルマザーでも大丈夫と子供を安心させる意味もあります。また夫が大病から回復したタイミングも実は多い。病中は夫婦は相互扶助の義務があるので、対外的にも法的にも離婚は難しいのですが、元気になるまではサポートしたから卒業するという形を取るのです。また経営者の妻の場合は、会社の行く末を鑑み、今が財産のピークでこの後資産が減りそうな時に離婚するというのもあります。株と同じで手放すタイミングで資産が変わるので現実的ですし、妻が同じ会社の役員になっていればなおさら、最終的には子供に残せる資産ですから
冷静に考えざるを得ないのです。つまり総合的に見ると別居をしているという証拠や夫婦仲がうまくいっていないという証拠、あるいは夫婦が離婚に進んでいるといった証拠はないものの、神田うのさんがイベントで発言した内容から別居がうかがえることに加え、神田うのさんがビジネスに手を出しているといった事実、夫が大病から復活したタイミングだということなどから離婚するタイミングも近いのではないかと推測されているということのようです。ただの憶測に過ぎなかった去年の記事ですが、タレントの神田うのさんと中国人実業家がホテルで密会していたと報じました。記事によると、神田さんは昨年夏、週1回のペースで都内のビジネスホテルで半沢氏と密会していたそうです。一等地にありながら1万円というリーズナブルなホテルで、神田さんは決まって平日の昼間に1から2時間そのホテルで半沢氏と過ごしていたそうです。お相手の半沢氏は IT 企業クリックホールディングス株式会社で代表を務めていましたが、ホームページを見ると現在は違う人物が社長になっているようです。半沢氏は表に出たいタイプなのか、企業の社長の傍ら CD デビューまでしており、神田さんはデヴィ夫人と共にそのバックコーラスを務めています。また神田さんの2021年11月のブログには、デヴィ夫人がアンバサダーを務めるチェーンレス電動アシスト自転車本バイク、 IT 企業クリックホールディングス半沢龍之介社長がアーティスト名ハンスケで歌う CD デビュー曲胸キュンバイクのコーラスにデヴィ夫人とちょこっと参加させていただきましたよ。思わず本バイクに乗って風を切って走りたくなっちゃう楽しい楽曲で、ハモリのレコーディングもとても楽しんでできましたと、がっつりと CD と自転車の宣伝に協力しています。福岡のデータマックスが運営するニュースサイトでは、 C 社は半沢氏が本バイク事業など複数の事業を行い、そこで得た利益を仮想通貨で配当していたが、その配当方法に問題があるという声や、九州で被害者の会発足に向けた動きがあると報じています。原因は不明ですが、半沢氏は去年の夏に社長を退任したようです。しかし未だに半沢氏が出演した番組のリンクなどは貼られたままです。一方、今回の女性セブンの報道に対して神田さんの事務所は男女の関係を否定、神田さんサイドはギャラの未払いなど契約上のトラブルがあり、指定されたビジネスホテルで話し合いの場を持っていただけで、決して二人きりではないと主張しています。トラブルということで人目につかない場所で話し合うということはあり得るでしょう。しかし週刊誌によると、一等地なのに1万円という安いホテルです。一般的にそのようなホテルは部屋に入ったらベッドしかないというレベルだと思います。そんな狭いホテルにスタッフも連れてビジネスの話し合いをするというのはちょっと違和感がありますね。続いて神田うのさんの整形疑惑についてご紹介いたします。神田うのさんに整形が疑われたのは、2019年に出演した有吉ゼミでの顔つきが昔と異なっているためです。番組を見てみると、確かに神田うのさんってこんな顔でしたっけと思うほど不自然な感じがします。シワのないツヤツヤした肌、歪んだ目元、腫れている顔がなんだか人工的なものに思えます。この番組以前にも神田うのさんの整形疑惑はありましたが、あまりの劣化して変わり果てた姿から整形を繰り返しすぎて失敗したのではと言われるほどでした。神田うのさんのイメージとして2000年頃を想像される方が一番多いと思われます。細い眉毛が特徴的で、その毒舌ぶりにマッチしていました。2007年に挙式発表したのは32歳の時です。自身がプロデュースしたウェディングドレスを着る神田うのさんは堂々としていました。その着こなしぶりもさすがでしたし、顔もシュッとしていて、プロデュース商品は女性の注目をいつも集めていましたね。このあたりまで美しかったのですが、2010年で突然顔がパンパンになります。神田うのさんが35歳の時です。2011年の出産後、初メディア出演した際の神田うのさんもやはり顔が腫れぼったく、頬の肉が気になりました。目元もパンパンで
メイクでなんとか隠しているように見えました。出産後初のテレビ出演、徹子の部屋ではホラーってくらい不自然で怖い顔でした。顔がパンパンで、笑った時が特に不自然なところにシワが入り異様でした。前回のメディア出演では目元のメイクを濃くしていましたが、この出演の際は薄めのメイクなので目の腫れぼったさが際立っていました。2015年の神田うのさんは2011年と比べると明らかに顔が小さくなっていました。その後プロデュース業に力を入れていたのでテレビでの露出は減りました。そして有吉ゼミでの変貌ぶりにまた一気に整形疑惑の話題が沸騰したという感じでしたね。では神田うのさんが顔のどこをどう整形したのかを検証していきます。神田うのさんが整形に挙げられる箇所に額が挙げられます。額が不自然に膨らんでいる画像がいくつか見つかりました。プロテーゼを入れている可能性があります。額にプロテーゼを入れるメリットは、額に高さや丸さを出すことによりメリハリのある自然な立体感が生まれ、女性らしい印象に仕上げることができることです。ですが神田うのさんの場合はこのような綺麗な丸みではなく、ボコッと不自然に膨らんでいます。この不自然な膨らみは、頭皮の中を開いて入れたシリコンプロテーゼが年齢を重ねたことで皮膚が薄くなったことから浮き彫りになってしまったのかもしれません。もし神田うのさんが若い頃にこの手術を受けていたのならば、年齢を重ねたことによりこのような不自然な膨らみができてしまったのでしょう。 SNS の投稿を見る限りでは現在は不自然な膨らみはないようです。きっとメンテナンスをして不自然な膨らみを直したのかもしれませんね。神田うのさんが整形している箇所に鼻も上げられます。昔の画像と現在の画像を比べると明らかに昔よりも鼻筋がスッと通っていることがわかります。よってプロテーゼを入れている可能性が高いです。鼻の低さは顔にのっぺりとした印象を与えるだけでなく、目と目の離れを強く印象づけるためバランスの悪い顔立ちになります。神田うのさんは整形している可能性が高いですが、あまりにも周りから整形と言われてことに腹を立て反論するといった事件がありました。ことの発端は人気フィットネストレーナーあやさんのインスタグラムの投稿です。神田うのさんがあやさんのトレーニングを受けたそうで、その後あやさんがツーショット写真をアップしたことから始まります。このインスタグラムの投稿に神田うの魔女みたい、神田うのさん顔がなど、神田うのさんの整形を指摘するコメントが続出します。今までも散々言われてきたはずなのに、友人のインスタグラムが荒らされたことが下に食わなかったのでしょうか。神田うのさんはあやさんのインスタグラム投稿コメント欄に直接コメントを書き込み、長文で真っ向から反論したのです。インスタグラムのコメントに文字数制限がないのをいいことに、反論はなんと1677文字に及びました。あまりに長い文章なので要約すると、自分は整形していないがヒアルロン酸とベビーコラーゲン注射をやっているとのことですね。では神田うのさんが手術したと告白したヒアルロン酸とベビーコラーゲン注射とはどういったものなのかを紹介していきます。ヒアルロン酸注入は額や目の下などのシワ改善、気になる部位のボリュームアップに使われることが多い手術です。ヒアルロン酸とは皮膚や眼球、関節などに存在する保湿や弾力を司る成分です。ではヒアルロン酸のメリットデメリットを紹介します。メリット、治療リスクや副作用が少ない、ダウンタイム、腫れが少ない、元に戻したい場合でも応用が効く。デメリット、たるみが大きい場合は改善しにくい、効果が持続しないので繰り返しの注入が必要、注入部分にしこりのような違和感が出る人もいる。続いてベビーコラーゲン注射についてです。ベビーコラーゲンには赤ちゃん肌のような柔軟性や弾力性などをもたらす3型コラーゲンが豊富に含まれています。ベビーコラーゲンは目元の小じわ、口元の小じわ、表面の小じわなど細かいシワにも注入が可能とのこと。これまでヒアルロン酸で仕上げることが難しかった部位も綺麗に仕上がるのだとか。具体的には赤ちゃんの肌のように細かいシワを埋めてぼかす、
肌の質感に柔軟性を持たせる、自然なボリュームを与えてふんわりさせることができるそうです。ではベビーコラーゲンのメリットデメリットを紹介します。メリット、人由来のコラーゲンであるためアレルギー反応が出てしまうリスクは極めて少ない。目のシワや細かいシワに効果を発揮しやすい。肌質自体の改善効果がある。繰り返しの治療によって効果期間が延長する。デメリット、深いシワに対しては効果が出にくい。稀に注入箇所が白っぽく浮き出てしまうことや内出血が起きる、しこりや腫れが生じることもある。気に入らなかった場合、自然に分解されるまで数ヶ月待つ必要がある。このようにメリットもあればデメリットもあることから、神田うのさんの顔は変な感じになってしまったのでしょうね。さて、神田うのさんは整形していないとコメントしましたが、ヒアルロン酸とベビーコラーゲン注射は整形にならないのでしょうか。これについて高須クリニック名古屋院院長の高須幹也先生が真っ向反論していますので紹介します。整形にははっきりとした定義がないので、ヒアルロン酸やベビーコラーゲンが整形なのか否かを明確に判断することはできないのですが、どちらも医療行為だし、針を刺して体内に異物を注入しているので、僕は美容整形だと思います。いわゆるプチ整形ですね。このようにヒアルロン酸とベビーコラーゲン注射は整形にあたると真っ向反論しています。続けて高須先生は、女性は誰しも若く美しくいたいという願望があり、その欲望を満たすために整形するわけですが、神田さんの場合はやはり芸能人という立場上、欲望のためにやったとは言えないから、エチケットという言葉に置き換えたのではないでしょうか。ただ僕は別に悪くないと思います。芸能人は美を売る職業だし、神田さんは美に関連するもののプロデュースなどもされているので、常に美しくいるべき立場。芸能人以外にも美容整形の受付やジョイエステティシャンなど美を売る職業の人がエチケットとして常に若く美しくいるよう心がけるのは正しいと思います。だってエステティシャンがシワシワでシミだらけだったら行く気がしないでしょ。と神田うのさんがヒアルロン酸はエチケットとコメントしたことについては擁護しています。このことから神田うのさんは医学的には整形していると言えますが、本人は芸能人としてのたしなみとしているので行為としては間違っていないということになりますね。しかし残念ながら美しくなるためにしたはずの整形も、 SNS を見るとかなりの数の人が失敗だ、化け物みたいとの意見を述べていました。整形のしすぎで顔が化け物みたいになっているといった声が多くありました。美しさを追求したはずの整形が整形失敗と捉えられているようですね。いかがだったでしょうか。今回は神田うのさんの密会報道と整形疑惑についてお話ししました。去年の別居報道からの今回の密会報道、離婚にまで発展するのでしょうか。夫婦関係以外でも整形に関する厳しい意見が飛び交っていますので、神田うのさんはかなりのストレスを感じていることだろうと思います。ちょっと心配になりますね。今後の動向を見守るとともに、これからの活躍にも期待したいです。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録高評価もぜひお願いいたします。それではまた。